はい、ということで今回はですね、白井にある小学院に行ってまいりました。はい、小学院はですね、ケッタ大社神宮寺と書いてあるだけあって、1000年以上にわたってね、神宮寺としてケッタ大社を支えてきた寺院として、白井では存在しているんですけれども、そしてですね、明治時代の神仏分離によって独立しちゃったんですけれども、ケッタ大社ゆかりの、ね、宝物を多く保管しているとのことですね。うん、お庭が綺麗、素敵ですね。なんて書いてあるんでしょう。書道が素敵ですね。そしてこのね、整頓された庭、素晴らしい。これで天気も相まって最高です。そしてね、ここを入りますとね、雨宿りもできますね。日差しも避けられて、そういうのはいいですか。いいですね。それもそれでいいですよね。はい、そしてこちら、はい、ちょっと読めません、漢字多いので読めませんが、決して悪いことは書いてないと思います。はい、素敵なことを書いてあると思います。そしてこっからの眺めもいいですね。ちょっと時代劇に出てきそうなこのシーン。そして左側に見える、はい、このお堂に向かっての廊下ね、すぐにでも、はい、雑巾掛け勝負をしたいぐらいな廊下でしたね。小学生の頃はね、雑巾掛けに燃えてましたね。あの滑るフローリングで、はい、いかに自分が速いかっていうのを見せつけていた気がしますね。はい、そしてこの道を通りまして、はい、ちょっと、はい、これはなんていうんですかね、サブ的な感じですね。サブ的王道ですね。そしてはい、こちらにですね、神様でしょうか。はい、これがね、本当に、はい、お賽銭もできるということで、はい、ご香がさしております。はい、ね、これやっぱね、神聖な場所ですから、変なことは言えないということで、ちょっと僕も緊張しながら喋っております。はい、そして1歩、2歩、3歩、4歩と行きましたら、ね、いますね。カシャンカシャンとやりながらね、東京とかではねよく見かけますけれどもね。はい、白衣にはここにいましたということで、ね、これはですね、赤いものをねちょっとお召しになっておられて、そしてね、菊とかもねしっかりね、お供えされておりますね。ちょっと毎日とかはね定期的に変えていられるんでしょう。やっぱ素敵ですよね。お花が添えられてると、またそれはそれでね、素敵ですね。はい、今んとこ7体いました。はい、瞬時に数えました。そして一旦ね、この出てみて、この段差の低い階段を降りまして、この感じどうですか。はい、こちらにはね、いつでも除夜の鐘できますよって感じの、いいですね、鐘がゴーンといけそうな感じすごくしております。そしてこれが小学院ですという印でしょうか。いいですね、やっぱこうやってね、文化を学べて知識を入れられるっていう、これもね旅行の一つとしていいんじゃないですかね。いいんじゃないでしょうか。はい、皆さんね、ゴールデンウィーク、この小学院に行くのもありではないでしょうかね。はい、そして、もうちょっと進んでいきましょうね。いやー素敵ですね、本当に。このね、庭を見てるだけでもずっといられそうな感じですね。やっぱ草木があるっていいですよね、本当に。この石と草と木のこの、何ですかね、これが掛け算された時、本当に、なんだろうな、人間と自然が相まって、素晴らしいものが出来上がったみたいな感じがしますね。そしてここで御朱印もできるということで、ぜひ皆さん御朱印したい方は、ね、まずでも電話した方がいいかもしれないですね。電話で受付してからの方が、もしかしたらいいかもしれません。そして、これは、出ました。カエルが出ましたね。ね、カエルです。かわいい。ね、振り返ればそこにいるカエルみたいな感じですか？ちょっと違いますかね。はい、そしては戻りましょう。そしてですね、一旦この門を出まして、はい、振り返ります。ね、カ
カエルの方を振り返る。そして、あ、見えましたね。はい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 、小学院ね、これ正門ですね、きっとね。やっぱ出来が違いますね。かっこいい。そしてこの字体もかっこいいですね。そして裏を通りまして、はい、小学院を後にしたいと思います。いかがだったでしょうか、この小学院ね。ケタ大社のすぐ近くにあります。本当にすぐ近くにありますんで、ケタ大社に行った際はぜひこの小学院寄ってみてくださいね。カエルも来てくれと泣いておりますね。さあ、そういう感じで今回も終わりたいと思います。それではまた会いましょう。バイバイ。